お疲れ様でした、えーと。今回の試合を終えて一言お願いします。うーんチャンスをものにできなかったというか、まあ、ワンチャンスをものにしようという話はよく出るんですけどツーチャンス、スリーチャンスだった中でそれを1回もものにできなかったとっいうことがやっぱり大きな範囲につながっていると思います。 今回の試合の収穫を教えてくださいまああのこの2週間、4回生を中心にしっかり学生がやってきてその中で学生が求めてた結果は出なかったけども学生がやろうとしてたことはいくつかはできたこともあったのでそれが収穫だと思います。最後にに次節に向けて お願いします。まもう勝つだけなんで、えー、それに向けて、えー、これから、えー、しっかりと準備したいと思います。試合お疲れ様でした。と今日の試合を終えてお一言お願いします、えー。残念です。その一言につきます。と今回の試合の収穫点をお願いします。 そうですねやっぱり流れ試合の流れで取りきれるところを取れて取りきれなかったことが僕らの範囲だと思っているのでそこを次の時節に向けて、えー、修正していいいきたいと思います最後、次節、神戸戦ですけれども全員に向けての意気込みをお願いいたします、えー、負ければ入れ替え戦ということなので絶対に勝ち、全員が勝ちたいという強い気持ちを持って取り組んでいきたいと思います。 試合お疲れ様でした。えっと、今回の試合を終えて一言お願いいたします。そうですね。まあ、あの負けてしまったことが、まあ事実なので。まあ、その次の神戸戦に向けて、やれるべきこと、すべてやって、勝って終わりたいです。えっと、今回の試合の良かった点と、また悪かった点をお願いします、まあ。あの、良かった点としては、あの、まあ、自分たちの。まあ、あの、オフェンスはできてなかったですけど、まあ、取るべきところは、まあ、取れて。 で、まあ、あの、悪かったところは、同じなんですが。あの、とれる、取るべきところを、まあ、取れてなかったのが。まあ、現実なので、まあ、そこを突き詰めて、あの、次の、まあ、神戸戦に向けて。まあ、あの、修正してみたいです。ありがとうございます。それでは、最終戦、神戸戦ですけれども、どのように。戦おうと思われますか。まあ、この、今日の負けを、あの、生かして、いつまでも下向いてることなく。の次の神戸に向けて、あの、まあ、できること。 は全て4回戦が引っ張っていって再出発、勝って終わりたいと思います。